みなさんこんにちは日本の大学全部行った男山内太司です今日は質問をいただいてます、えー、気象予報士になりたいです気象大学校に行ったらいいんでしょうかという質問をいただきましたはい気象大学校というのは気象庁の職員になる大学です大学校と名乗ってるんですねもちろん私は学園祭を見学に行きました ちっちゃい学校なんですけど将来の気象庁で働く幹部養成をしている、まあ、そういう学校なんですが気象予報士自体は国家試験なんで受かれば誰でもなれますですから小学生でもなれます年に1回やってる試験をあなたが受ければ直ちに気象予報士です気象予報士は全国に約1万人いるんですねでも専門家として就職しているのは約700人ほどだと言われてますすなわち 英検や漢字検定のようなものでただなんとなく勉強して取るという人が多くてそれで仕事をしているという人は少ないんですねなのであなたが気象予報士を名乗りたいのであれば勉強して試験に受かれば英検と同じように気象予報士になれますただしそれを職業にするというのであれば気象大学校に行ってください普通に受験するそして気象庁の幹部職員として活躍できます キャンパスは千葉県柏市にあり、公務員なので、月給十四万円もらえます。もう公務員なんて給料が出る大学生。そう、防衛大学と一緒ですね。受験は英語、数学、物理、教養試験、作文。二次試験が面接と身体検査。まあ、やっぱりね、あの体が健康じゃないと、ということで。まあ、興味があれば、この気象大学校を受験して、気象庁の幹部として働く。単に。 視聴用方針になりたいだけであれば、資格を取るだけです。あなたはどっちですかぜひご検討ください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。また、メガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。